皆さんはジェイソン対フレディを知っていますか？昔の映画でジェイソン対フレディっていう映画があったんですけど、今回はジェイソン VS ヒレオ、この両者に戦ってもらいます。今回の勝負は3本勝負、カーボン早振り対決、ホコ先割り対決、ヒメちゃん先取り対決、ちょっと名前全部似てるんだけど、この三つで、戦いが行われます。ジェイソン対ヒレオ。俺が、はじめって言ったら、相手のこと攻撃してね。ジェイソンもヒレオも、大丈夫ですか？わかりましたか？ヒレオわか、あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ僕がはじめって言ったら、相手のことを攻撃してください。急に言うからね。はじめって言ったら攻撃するんだよ。よし。引っかかんなかったな。引っかかって攻撃してたら面白かったんだけど、引っかかんなかったな。このまま向き合わせてても面白いんだけどな。はじめ！ヒレオの勝ち！まず最初の勝負はヒレオが勝ちました。さあ、最初の勝負はヒレオが勝ったんですけども、次はどっちが勝つかな？お、始まった！やっぱ同じ向きだから、同じ向きだから、割れないか？お、ちょっとジェイソンが有利！ちょっとジェイソンが有利だ！ちょっとジェイソンが勝ってる！ヒレオが縦振りして頑張ってるけど！あ、インクがなくなったか、ジェイソン。お、ジェイソンの反撃だ！ジェイソンの反撃が！どっちだ？どっちだ？どっちだ？あー、大きくなる！ジェイソン大きくなる！ジェイソン大きくなる！あ、行くか行くの時間来た。お、ちょっと、下がった、ちょっと下がった、ジェイソンが。さ、どうなる？お！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 長い戦いだ！これは長い戦いだ！どうなる？勝負決まるのか？決まるの？同じ向きだから全然。おお、おお、頑張れ！ジェイソン！ジェイソンそのままいけ！あー、これはジェイソンなら最後でかかったジェイソンの勝ちだ。ジェイソン対ヒレオ、今一勝一敗です。最後は先にヒメちゃんを取った方が勝ちです。頑張ってください。来た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 ！さあ勝者はどっちの、ヒメちゃんはどっちの手に、どっちが勝つのか。さあ、女神は、姫ちゃんという女神はどっちが、ジェイソンが取った。え、ヒレオ当たってないけど、当たってないけど、当たってないけど、ジェイソンが取った。ジェイソンの勝ち！